ナノフォートニクスもしくはナノオプティクスは、ナノメートルスケールでの光の振る舞い及び、ナノメートルスケールの物体と光の間の相互作用を研究する分野。工学、光工学、電気工学、ナノテクノロジーの一分野である。しばしば表面、プラズモンポラリトンを介して、光を輸送し収束することができる金属部品を伴う。ナノオプティクスという用語は、 オプティクスと同様に通常、紫外線、可視光線、近赤外線を含む状況を指す用語である。レンズや顕微鏡のような普通の光学部品は、解説限界により、通常、光をナノメートルスケールに収束させることはできない。しかし、他の技術を用いて、光のナノメートルスケールに絞ることは可能である。例えば、表面プラズモン。 ナノスケールの金属物体周りの極材表面プラズモン操作型近接上光顕微鏡や操作型トンネル顕微鏡で使われるナノスケールの開口及び鋭いチップである。ナノフォートニクスの研究者は生化学から電気工学まで非常に広い目標を追求している。これらの目標のいくつかを下に記す。もし光を少量に絞ることができれば、 小型の検出器によりそれを吸収して検出することができる。小型の光検出器は低ノイズ、高速度、低電圧、低電力など様々な望ましい特性を有する傾向を持っている。小型のレーザーは低式位置電流及び早い変調など光通信にとって様々な望ましい特性を持つ。非常に小型なレーザーはサブ波長の光共振器を必要とする。 レーザーの表面プラズモン版であるスペーサーなどがある。集積回路は、ホトリソグラフィーすなわち露光を用いて製造される。非常に小さいトランジスタを作るためには、光を極めてはっきりとした像に集める必要がある。液晶リソグラフィーや、位相シフトフォートマスクなど様々な技術を使うことで、波長よりも、はるかに細かい像を作成することができている。 例えば193ナノメートルの光を用いて30ナノメートルの線を描画するなど、この用途としてプラズモニック技術も提案されている。熱補助型磁気記録は磁気ディスクドライブが記憶できるデータ量を増やすためのナノフォートニクスのアプローチである。それにはデータを書き込む前に磁性材料の小さいサブ波長領域を加熱するレーザーが必要である。磁気書き込みヘッドは 光を正しい位置にあるめるために金属光学部品を持つと思われる。光エレクトロニクスにおける小型化、例えば集積回路内のトランジスタの小型化は速度とコストの改善につながった。しかし、光エレクトロニクスの回路は、光学部品が電子部品と共に縮小された場合のみ、小型化することができる。これはオンチップの光通信に関連する。太陽電池は、 表面近くの電子が収集される可能性が高く、デバイスを薄くするとコストが削減されるため、光が表面に非常に近いところで吸収される際に最も効率的に機能する。研究者たちは太陽電池内の最適な場所で光を強めるために様々なナノフォートニクス技術の研究を行ってきた。ナノフォートニクスを利用して高いピーク強度を生成する。 所与の量の光エネルギーをより小さい体積に絞り込むとホットスポット内の強度はより大きくなる。このことは非線形光学で特に役立つ。また、数百万数十億以上の分子の平均を取る従来の分光法とは異なるがホットスポット内の単一分子でも高感度の分光測定が可能である。ナノフォートニクスの一つの目的は 解説限界よりも精密な像を生成するために、メタマテリアルや他の技術を用いる処理、スーパーレンズを作成することである。操作型近接上光顕微鏡は、波長より、はるかに小さい解像度で像を得るという、同じ目的を達成する、全く異なるナノフォートニクスの技術である。撮影する表面を非常に鋭い先端もしくは、非常に小さい開口で、 ラスタ操作することもこれに含まれる。近接条件微鏡法は、より一般的には、ナノスケールのサブ波長分解能を達成するために、近接上を使用する任意の技術を指す。例えば、二面変波式干渉は同波炉表面上の垂直面において、ピコメートルの解像度を有する。金属は、光をその波長より、はるかに下に閉じ込める、効果的な方法である。これは、 もともとは無線およびマイクロ波光学で使用されていた。そこでは、金属アンテナと同波間は自由空間波長よりも何百倍も小さい可能性がある。同様の理由で、可視光はナノサイズの構造、先端、ギャップなどのナノサイズの金属構造を介すことで、ナノスケールに閉じ込めることができる。この効果は、電場が先端に集中する、平いりと多少似ている。 この効果は基本的には金属の有電率が非常に大きい負の値であるという事実に基づいている。非常に高い周波数では金属の有電率はそれほど大きくなく金属は電常集中には役立たない。多くのナノ工学設計は一般的なマイクロ波及び電波回路と同じように見えるが大きさは10万分の1以上に縮小されている。結局のところ電波 マイクロ波、可視光はすべて電磁放射であり、周波数が異なるだけである。よって、他の部分は同じであり、10万分の1になった、マイクロ波回路は10万倍の周波数で、同じように動作する。例えば、電波用のヤギ、ウタアンテナと、本質的に同じ設計でナノオプティクスのヤギ、ウタアンテナが、研究者により作成されている。電子ビームリソグラフィーにより作成された、 急電素子、一つの反射器、三つの動波器からなる小素子、ヤギ、ウタアンテナのセム画像金属の平行平板動波間、インダクタンスやキャバシタンスなどの集中定数回路素子、ダイポールアンテナの伝送線路に対するインピーダンスマッチングやマイクロ波周波数でよく知られている技術は全てナノフォトニクス開発の現在の分野である。というものの、ナノオプティクスと、 小型マイクロ波回路の間には非常に重要な違いが多くある。例えば、光学周波数では、金属は理想導体のようにはあまり振る舞わず、力学インダクタンスや表面プラズモン共鳴のような興味深いプラズモン関連の効果を示す。同様に、光学上はマイクロ波とは根本的に異なる方法で、半導体と相互作用する。ある物体を 風流へ変換すると異なる空間周波数で構成される。高い周波数は非常に細かい特徴と鋭いエッジに対応している。そのような物体により光が放射されると非常に高い空間周波数を有する光はエヴァネッセント波を形成する。これは物体に非常に近い位置に波長以内にのみ存在し遠方では消滅する。これが レンズが物体を結像するときに、サブ波長の情報がぼやけてしまう、解説限界の起源である。ナノフォートニクスは主に近接上エバネッセント波に関係している。例えば、前述のスーパーレンズはエバネッセント波の減衰を防ぎ、より高解像イメージングを可能にする。メタマテリアルは、自然界には見られない特性を持つように設計された人工物質である。これらは波長より、 はるかに小さい構造のアレイを作成することにより実現される。構造のサイズが小さいことが重要である。そうすることで光は個々の構造から散乱することなく、あたかも均一な連続倍質を形成しているかのように相互作用する。ありがとうございます。